K 解放は中国人民解放軍空軍の軍人。階級は少々。戦闘機パイロットであったが、1998年に中国国家公典局の新州プログラムのメンバーに選ばれた。K は新州6号の乗組員の最終選考に残った6人のうちの1人である。2008年9月17日、K は敵氏、強氏、竜の利明と共に、 2008年9月17日に新州7号の乗組員に選ばれた。2008年9月25日21時10分、彼らは中国3度目の有人宇宙飛行として宇宙に打ち上げられた。2012年6月16日、新州9号で2度目の打ち上げを経験。中国の宇宙飛行士で複数回の宇宙飛行を行ったのは、K が初めてである。 2016年10月17日、新州11号に登場し、中国の宇宙飛行士で初となる3度目の宇宙飛行に成功した。CCTV1 ライブテラカストハット http コロンスラッシュスラッシュ www.chinatail.com。cn <Ch ina>、チャイナ、2008から09、26。 コンテント706万 750HTM ハット、AT, 中国、過去最長の有人宇宙飛行へ、新州11号を打ち上げ。CNN、http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュフリンジスラッシュ35090597 html2016 年10月18日閲覧。ありがとうございます。